開花メルマが2018年8月25日おはようございます一般社団法人海歌 GPE グローバルピースエデュケーション村松大介です本日もお聴きくださっている皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう開花より応援しています本日の開花メッセージ やりたいことを感じながらも不安がある方へ。こういうことをしたいんだけど、日常を変える勇気が、一定の収入があるのに、それをやめて、次の新しい道へ行く勇気が、子育てしながら、やっていけるのかなある程度、夢が、理想が見えているけれど、もわもわの雲の方が大きい。そのような時に、どのように考えればいいか。不安などの感情に対しては、不安を感じながら、 私不安があるよね。とねぎらいながら、雲の上、ミッションの側で決断していくんですね。大丈夫ですよ。私も不安がありながらも、ミッションの方の天秤を重くして、ミッションに沿って進んでいます。不安を消すということは、不安を消すためにもエネルギーを使っている。そのために、ミッションで動くためのパワーも減ってしまうと思います。 100のパワーがあって、100全部ミッション遂行に使えればいいのですが、不安が20湧いていて、この時ミッション遂行は80。不安を感じちゃいけない。と抑えようとすると、そこにまた20使って、不安20抑えることが20、合計40使うから、ミッション遂行60になります。不安は持っていていいんですよ。不安があれば、お人が不安なことにも、 感じて寄り添えますから、強い人って、ネガティブを感じない人、じゃなくて、いろいろ感じながらも、天命にのっとって決断できる人、だと思うんです。それに加えて、自分に寄り添い、相手に寄り添える人が、強くて優しい人だと思います。不安がなくなったら、スタートしよう。これだと、パラレルワールドが変わってないから、ずっと、 スタートしていないヘルツの世界を続けます。まず、スタートする。開花セミナーの最後でも、0から1までの距離は、1から1000までの距離よりも遠い、ユダヤ人の格言をお伝えしています。人間、なかなかやり始めない。始めるまでが大変で、スタートしたら、スッと進みますよ。という意味です。世界経済を動かしている、ユダヤ人がなぜ、 成功しているかというと、人間のいいと思っても、なかなかやらないという癖を知ってるんですね。なかなか人はやらないから、歴史上特定の自分の財産を持つことができない環境にあったユダヤ人は、自分の内側に培った教育は誰からも奪われない、として書物すらなくなる可能性があるので、口伝えによって真理を伝えています。 そのユダヤ人の言葉。とにかく、スタートしましょう。これをしっかりと行動しているユダヤ人が世界の経済を動かすレベルになっています。Facebook のマーク・ザッカーバーグ、Google のラリー・ページとセルギー・ブリン、マイクロソフトのスティープ・バルマウなど巨大企業がユダヤ人です。とにかく、スタートしましょう。スタートした瞬間、パラレルワールドがシフトしているので、パタ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 、 とオセロの色が変わるように、人脈や経済が変わりますよ。素竜肥君はそれが当たり前ですし、私自身のダメだった時期と、現在のありがたいご縁の実体験と、お仲間の実体験が、その通りだということを感じています。不安は持ってていいんですよ。いつも最後までお聞きくださり、ありがとうございます。では、お聞きくださっている皆さんにとって、 素晴らしい一日となりますように。